全日本卓球選手権大会、ジュニアの部、一般の部、宮崎県予選会日程、2023年9月16、17日場所、高鍋町総合体育館、写真、全日本予選を通過した内田智也、龍谷大、2024年全日本卓球選手権大会、以下、全日本、 が2024年1月22日から1月28日の日程で東京体育館にて開催予定となっている。それに伴い、全国各地で予選会が行われている。9月16、17日には宮崎県にて予選会が実施され、男女シングルス、男女ダブルス、混合ダブルス、ジュニア男女シングルスの出場者が決定した。男子では、内田智也、龍谷大、 が男子シングルスを1位で予選通過し、男子シングルスを2位通過した藤井周平、国学院大は内村周平、都の城市社教、と組んだ男子ダブルスでも予選を通過しており、2種目で本戦出場権を獲得した。ジュニア男子シングルスでは、都の城商業高の2人が本戦出場を決めている。女子では山口夢、東洋大と花木襟、筑波大、 が女子単服2種目で予選を通過。混合ダブルスでは、後藤英治、日南学園中京、田村栄保、日南学園公共、文が本戦出場を決めている。各種目の予選通過者は以下の通り、男子シングルス、内田智也、龍谷大、藤井周平、国学院大。女子シングルス、山口夢、東洋大、河北襟、筑波大。男子ダブルス、 内村周平、都の城市社協、藤井周平、国学院大。女子ダブルス、山口夢、東洋大、下北襟、筑波大。混合ダブルス、後藤英治、日南学園中京、田村栄保、日南学園公共。ジュニア男子シングルス、東蓮太郎、都の城商業校、宮久保啓子、都の城商業校。ジュニア女子シングルス、宮国由里の、 日南学園校、中村乙葉、宮崎商業校。ラリーズ編集部。